あれなんだよね、実は最近ねレインとね仲良くしてて、なんかさレインもやっぱり忙しいからさ、配信の隙間とかにさ、配信収録か、収録の隙間とかにさ、みこと先輩ランチ行きませんかって言って、わらわがフットワーク軽いのを知った上でそう誘ってくれるんだよね。リーもねフットワーク軽いからね、あいいっすねって言って来てくれるから、さすがのコミュニケーション、いやコミュニケーション能力高いよな。レインレインはねボディタッチが気持ちいい。あ待って、これ語弊があるな、あのねね程よく触ってくれる、え違う、なんて言えばいいんだろううんと難しいな、この言葉が距離感が心地いい、嫌じゃないボディタッチ、何を言い出すの言い直すと一度上がって、嘘だからわらも、あ触られたし触っていいんだなって思ってボディタッチしやすい私たち女好きだから、いやそう女好きの波長を感じてね、わらは嬉しい。だからわらはもうどれだけ好き好きしても問題ないということなんじゃね。みことさんが触る側じゃないんだ、わらはどうだろう、触ってんのかな、少なからずね特に意識してないから多分触ってるんだろうなとは思う。そうだからわらは最近レインに懐いてるんだ。わらはね距離詰めてもらえたらねとっても嬉しいタイプ、詰めてもらえたらわらはもうギュ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 って詰めれる。難しいよね距離感って。え、どうだろう、我はね意外とねそんなに触らんよ、実はね、いやそんなでもないのかな、触ってんのかな